ミネーター3やってるけど負けません。実は僕もちょっと見たかったけど、ユースケリーム頑張ります。はい、こんばんは、池内ユースケでございます。早速ですけれどもね、自己紹介させていただこうかなと思います。はい、池内祐介はですね、太陽のシンガーソングライターと銘打って、めちゃめちゃあったかい歌を届けちゃうぞという感じで歌っております。作った曲は500曲以上。2010年10月20日に全国流通の虹色の橋という CD を出しました。 Amazon などからも買いますけれども、ホームページやブログからのご購入ですとサインをしておりますので、ぜひぜひそちらからお買い求めいただけたらなと思います。では早速ですが番組紹介いきたいと思います。この番組には太陽のシンガーソングライター池内祐介が、ギター一本弾き語りでジャーカジャーカ歌っちゃったり語り出しちゃったりするよっていう番組でございます。池内祐介のユーストリーム、題してユースケリーム。僕の曲の中からリクエストなんかも受け付けちゃったりしておりますので、 CD をゲットされた方、改めてあの曲を聴きたいなっていう方はぜひぜひ遠慮なくおっしゃってくださいませ。それでは短い間ですけどもお付き合いください。イエイ。よっしゃ、では早速ですが、この歌からいこうかなと思います。よいしょ。お、コピスナさんこんばんは。録画はセットしていませんが、きっとうちの親父殿がセットしていると信じてやろうかなと。うちの親父はですね、すごく洋画が大好きで、洋画が、ですので、まあ必ずと言って撮っているので、まあ大丈夫でしょうと後で見れるだろうと。大丈夫。深夜1時、震える携帯、ちょっとためらいがちなこんばんは。泣いているの小さな呼吸、じっと電話口に耳傾ける。ねえ、いっぱいいっぱいになっちゃった。何が一体ダメだったのかな。うまくいかないことが重なるよ。ごめんね、いきなり愚痴なんか、うん、大丈夫ってこと。僕が言ってやる。辛い時もきつい時も、折れそうな時でも、いつだっていつだって僕が言ってやる。大丈夫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 。あげる、聞かせてくれよ。微笑み混じりのおやすみなさい。ねえ、君は何もしなかったわけじゃない。今もあがいてる途中じゃないか。転んで怪我して血が出ても、水はやがて治るだろう。大丈夫って言葉で元気が出るなら、何度だって何度だって僕が言ってやる。辛い時もきつい時も、折れそうな時でも、いつだっていつだって僕が言ってやる。大丈夫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 。
大丈夫って言葉で元気が出るなら何度だって何度だって僕が言ってやる。辛い時もきつい時も折れそうな時でもいつだっていつだって僕が言ってやる。大丈夫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 。はい、ありがとう。大丈夫って言ったりした。イエーイ。大丈夫好きですはこの曲フリクルにより配信希望ということでって言ってくれてるんですけども、実はですね大丈夫という曲はすでにフリクルで配信、してしまっております。ですので、過去曲っていうことになるので後でですねなんか無料じゃない、有料配信になるか CD に入るっていうことになります。おーチョコミントさんこんばんは。今日はユースト思いっていうことなんですけどもこれはどうなんかな。ちょっとこの高解像度を利用しますっていうのをちょっとチェック外してみます。そしたらひょっとするとこう、軽くなるのかな。ちょっと外してみました。どうかな、どうでしょう。お、やっぱ高解像度を外すと若干やっぱり綺麗じゃない綺麗じゃないって言い方あれけどなんかこうぼやけた感じですね。まあまあこっちの方がでもいいんかな。どうでしょう、変わりましたかね。軽いですかこっちの方が。はい、ではでは次に行きたいと思います。よいしょ。今日はね、普段なかなか歌わない歌を歌おうかなと、一曲ちょっと織り交ぜようかなと。ずるい生き物っていう、ね、僕が7枚目のアルバムに入れたレクレストラベラーっていうね7枚目のアルバムに入れた曲を歌います。ずるいずるい生き物なのよって3人の男に抱かれてる女は言った。かわいそうだから本当のことはどの男にも告げるつもりはないと。ゆっくりふらふらしな定めをしていい男と結婚するのよって。一生懸命愛してるお前を愛してる男をバカにすんのもいい加減にしろ。まっすぐ生きたらバカを見るのよってあの時寂しそうに言ってたじゃないか。今は別にバレていないから特に何も問題ないのよって汚い政治家かなんかなんですか。いい男は心が醜くに決まってんじゃん。誠実であろうとすることをやめたやつとは悪いけどやっぱ一緒に歩きたくない。一生懸命愛してるお前を愛してる男をバカにすんのもいい加減にしろ。まっすぐ生きたらバカを見るのよってあの時寂しそうに
も大概にしろ、まっすぐ生きたらバカを見るのよって、あの時寂しそうに言ってたじゃないか。ありがとう、ずるい生き物という歌でした。スマートフォンで見ると固まる時が多いです。おーそうかーそうかーそうかー、そうか困ったなどうしたらいいんやろそうかと しか言えてない自分にがっかりやあーそうかー、よっしゃ、うん、よっしゃよっしゃ、ではではよっしゃよっしゃって何がよっしゃよっしゃか分からへんけど、よっしゃよっしゃ、なおぺさん、おーなおぺさんが見てくれている。髪切ってないね。そうなんです、髪切ろうと思ったら、そう髪の毛を水曜日に切りに行こうとしたんですよ。そしたらあの美容師さんがいつも髪の毛切りに行ってるところがですね、あの風邪ひいたからちょっと日を改めてくれないかと言われまして、そうか、そらまたじゃあしょうがないですねっていうことで、ちょっと来週に髪の毛切るのは来週にしようかなと思います。っていうかまあなりました。虹色の橋っていう歌を、僕がトンネルの中スライド口をこぼしたら、君は僕に幻滅するかな。憧れてた人じゃなかったと、例えば僕が暗闇の中逃げ出したいと泣いてしまったら、僕の涙そっと拭って大丈夫よって笑ってくれるかな。君はまるで虹のように僕の心を照らしてくれた。僕も君の光を受けて誰かの虹になれるかな。僕の心のど真ん中に大きな虹がかかってる。雨上がりの空が聞いたら、頭を撫でてあげるような優しい声でうなずいてあげたい。虹のような意味でさえもたまには光を失うんだ。そんな時は教えてあげる。僕の光は君がくれたと。僕の
りたい。この青い空のど真ん中に大きな虹色の橋、人の心包む虹のようにいつかなると今今空を見上げげてる。ありがとう、虹色の橋という歌でした。ただいま期間、お、コアさんこんばんは。スマホでユーストはダメでした。そうか、というかこれやっぱ固まってんのかな。お、お、コメトシさんこんばんは。いやー、ユースケさん待ってました。やっと金曜日空いてた。ほーって、もうめっちゃ嬉しいです。ありがとうございます。どうでしょう、これちゃんとあれ固まらずに見えてるんですかね。パソコンの場合はスマホは固まってる、ところどころ固まってるみたいなんですけど、どうなんかな、どうなんでしょう、大丈夫なんかな。よいしょ、じゃあちょっとギターを変えます。これどうなんやんかな、やっぱあのなんちゅうんか高解像度を利用しませてやったら画像綺麗になるみたいなんですけど、やるとやっぱり重くなるんですかね、これ。画像はかなり綺麗ですけどね。ですね、フリクルっていう僕のメールマガジンがありまして、そこで無料でですね配信しております曲を、登録したらすぐに曲が送られてくるメールマガジンがあるんですけれども、その先日それの社長さんと、そのメールマガジンを運営している社長さんと、お話をしてきました。その社長さんも結構ですね、もともと ABEX のに所属していたメリディアンローグっていうバンドの、ドラムを叩いてはる人で、でその人が、まあ、メリディアンローグっていうバンドを盛り上げるのとこうちょっとビジネスモデル自体を変えようぜっていうことでフリクルを立ち上げはったんですけど、その時にこう、まあ、その方もユーストリームやってはるんですよ、番組をやってはって、でちょっとそのなんちゅうかな、曲を演奏してる時にこうタイトルをこうつぶやいてくれるじゃないですか、ソーシャルストリームでこう見てくれてる方が。でこうでもお客さんの立場からしたら、てか僕を全然知らない人からしたら、こう自分の演奏中の曲をつぶやいてくれるのすっごい嬉しいし、それもいいんやけど、なんちゅうかね、こうもっと全然知らない人が興味を持つような言葉をお願いしてつぶやいてもらったらどうやろうみたいな話になって、それってどんなんでしょうねとかって言って話してたら、ただいま全開中とかどうでしょうとかって、
あと、例えば、なんか、うお、びっくりはてなだけみたいなとか、そんな風につぶやいてもらったら、なんちゅうの、全然興味ない人が思わずクリックしてしまうんじゃないかみたいな話しちゃって、あ、それは結構面白いですね、ありかもしれないですね、みたいな話をしてて。ですので、よかったらですね、うお、びっくりはてな、もしくは、ただいま全開中って言って、このなんちゅうのか、ソーシャルストリームでつぶやいてもらえたらなと思います。ほんまね、なんかこう、そういうなんかこう、冗談交えながらね、いろいろフリクルの社長さんと話してたんですけど、もしフリクルを知らない方がいらっしゃいましたら、この僕の番組の、今配信してるこの画面の下の方にありますですね、新曲が出るたびに無料でダウンロードできるメルマガ、フリクルって書いてあります。その下にダウンロードじゃない、リンクがありますので、そこのページのメールマガジンに登録っていうのを押していただくか、もしくは池内祐介 at s.furicle.com っていうところにからメールを送っていただくと、登録できますので、そこで、無料で曲を配信しております。ですので、登録していただけたらなと思います。ではでは、今日、見てくれてるのかな、ちょっと僕の奈良の、ファンであります、とある方が、これ名前出していいかわからないので、とある方って言っておきますけども、今日結婚記念日だそうで、ウェディングソング、僕の昔過去に作ったウェディングソング共通点、というのをリクエストしてくれました。ですので、その方にの結婚記念日を祝う意味も込めて、共通点という歌を歌わせてもらおうかなと思います。お、あみこころさん、こんばんは。すいません、遅刻しました。そんな先生じゃないから僕、全然そんな、もう来てくださっただけですごい嬉しいですよ。すいません、遅刻しました。ちょっと面白い教室みたい。お、ただまささん、こんばんは。パソコンで見えますよって、ありがとうございます。お、福空セブンさん、こんばんは。福空7と言えばいいのか、セブンと言えばいいのか。こんばんは。いや、楽しんでてください。共通点。初めて話した日を今も覚えている。回り道より道をしながら歩いてきた日々。背の高さがあまりにも二人違うけれど、手をつなぐ時の違和感、いつの間にか消えたね。君と僕はあまりにも違うとこだらけで、喧嘩もしたけど、その度に絆を深めてきた。愛されて、これからもずっと同じ趣味があるわけじゃなく、好きな食べ物も違うけど、互いが互いを思う気持ちこそが大事な大事な今日。
ん。離れ離れで悩んだ日も君は支えてくれた。君のそばにいたいよ、ずっと変わらない。僕は素直じゃなくて、君は天の弱で、でも僕は迷わない。君と一緒に生きてゆくと。愛し愛されて、これからもずっと同じ趣味があるわけじゃなく、好きな食べ物も違うけど、互いが互いを思う気持ちこそが確かな、確かな共通点。同じところぎゅっと二人で抱きしめてゆこう。愛し愛されて、これからもずっと同じ趣味があるわけじゃなく、好きな食べ物も違うけど、互いが互いを思う気持ちこそが大事な大事な共通点。確かな二人の共通点。ありがとう、共通点っていう歌でした。イエーイ、結婚おめでとうございます。あれ違う、結婚記念日おめでとうございます。あ、ここら辺でこれを歌おうかな。よいしょ。いやー、癒し元全開中ありがとう。パソコン、携帯、iPad の3つでアクセスしてみた。音声途切れで時間差で歌が。それあかんやん。それドア一体どうしたらいいんやろうな。どうしたらいいんだろう。わからない。わからないな。パソコンなはとりあえず大丈夫そうな感じなので。パソコンは大丈夫そうな感じなので、できるだけパソコン推奨っていうことでお願いいたします。これどうなんかな、高解像度じゃない方がいいのかな。わからんので、ちょっと高解像度やめてみます。なんかめっちゃさっきから切り替えまくってますけど、どうなんやろ。あの、具合が良くなったり具合が悪くなったら言ってください。あの、今ちょっとこう画質を落としてみました。
代わりに早くなるのかならないのかちょっとわからないんですけど、まあなったらいいなと、あんま変わらないようやったらもう画質いい方でやろうと思うので言ってください、こういうのをちょっとお願いできるのもユーストリームのいいとこですよね。今日も僕は生きる。わけもわからないまま生み出されて、気がつけば地面に立てと言われてた。生まれて間がなくてもすぐわかった。これから行くとも波に飲み込まれるんだと。壁が立ち塞がるアスファルト、割れてる土砂降りの日がある。その全てが重なることがある。今日も僕は生きる。今日も僕は生きる。生きて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 やる。今日も僕は生きる。僕は生きる。冷たい風が頬をずっとずっとにしても、聞けないままずっと疑問に思ってた。人によってなんで幸せは違うの。どん底で笑う人を自殺する。金持ち一体何を追いかけたら僕ら幸せと言えるだろう。今日も僕は生きる。今日も僕は生きる。生きて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 やるんだ。今日も僕は生きる。今日も僕は生きる。希望を絶たれて立ち尽くしたままでさえ、生きれてるというその中に生かされてるという自信があったなら、僕が生き抜く生きる。生きて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 やるんだ。今日も僕は生きる。今日も僕は生きる。答えを探せ旅をずっと続けている。旅をずっと続けて。今日も僕生きる。おー、ありがとう。よいしょ。おーと、アンドロンさんこんばんは。遅くなってごめんって、もうめっちゃ嬉しい。お袋が男前やなって、いやーもう、おーおー奥さん奥さんとか言ってもた。画質を上げても大丈夫そうなので、なんかあんま変わらないっていうことらしいので、ちょっと画質綺麗な方で今日は行ってみようかなと思いますですよ。はい、
じゃあ縁側。その前に告知を、告知ってね、ライブ告知というよりも交流会の告知をさせてもらおうかなと。あさってですね、日曜日25日の21時から、25日のあさってですね、21時から交流会をします。それもここでします。なんや、バカやな。待てと思った。あかん、ループや、無限ループに入った。そう、日曜日の25日の21時からこのユーストリームで、交流会をします。ぜひぜひお越しください。この日曜日のですね、25日の 日曜日のなんかもう頭おかしになって、その時間にこの場所に来ていただくとですね、その場所でちょっとまあチャットメインでグダグダ喋ったり、まあ、僕ちょっとお酒でも用意するかもしれないですけど、まあ喋ったり、ちょっとなんちゅうかな、もっとこうしたら面白いんちゃうとか、もっとこの曲聴きたいよとか、まあいろいろそういうお話を気軽にしながら進めていくユースケリーム交流会、ユースケリーム交流会を開こうと思っています。ぜひぜひ遊びに来てもらえたらなと思っておりますので、来ていただけたらなと思います。なんかもう今日喋りおかしすぎる iPad は音の途切れ全くなしだが時間遅れが発生している。パソコンで僕は生きると聞こえた後、2、30秒後ぐらい後でタイトルコール聞こえた。おお、なんかおかしいなそれは。っていうことはやっぱりパソコンで、見てもらえたらなと思います。なんででしょうね、なんか今日ちょっと調子悪いみたいですね、ユーストリーム。これぞ池内祐介さんのお箱、やっぱりこれがあるのとないのとでは180度違いますよ、力がみなぎると。ありがとうございます。今日も僕は生きる、このね、よっしゃ。というわけで、縁側という歌をお届けします。君が明日いなくなっても笑ってられるかな、今日全力で愛したからと納得できるかな、今君のためにできることは一体なんだろう、君に僕があげられるものは一体なんだろう、昨日君が倒れたと聞いたんだ、君がいなくなると思うと怖くなって、今日君にできることを、今日君にしておこう、愛しきったと照らしてる、約束したのにと言わずに済みますように。言えるよ。
川でした。イエーイ。おー、ニリさん、こんにちは、こんばんは。大丈夫は最初らへんに歌ってしまいました。すみません。ですね、アーカイブを撮っておりますので、また後で見てもらえたらなと。すみませんです。本当に申し訳ない。コアさん、チャットメインですか、ツイッターでも交流会参加できますかとのことですが、参加できます。まあ、チャットをしながらですね、僕、まあ、ツイッターも見るので、ツイッターと、まあ、ソーシャルストリームでやってもらったら一番その読みのこっちの読み逃しがないんですけど、まあ、別にそれでも大丈夫でございます。おお、愛しきったって絶対言いたい。ね、言いたいですよね、ほんま。よいしょ。普段あんまり歌わない歌を今日ちょっと織り交ぜようということで、小さな部屋とギターと私とあなたっていう歌をですね、僕は CD に入れております。昔出した CD ね。ちなみに昔出した CD はこの僕の画面のこの下にある CD やライブチケットはこちらから簡単に購入できますって書いてある、その先にあるリンク先から購入することができます。なんていう CD に入れたかちょっと覚えてないんですけど、またそれ確認して見てもらえたら書いてあるんですけど、小さな部屋とギターと私とあなたっていう塔ばっかりな歌歌おうと思います。小さな部屋でギターが鳴る、私は微笑んでそれを聞くの、響くギターとあなたの歌声、ささやかな喜び心満ちてゆく、ああギターが鳴る、私は微笑んで恋をするわ、ギターを弾くあなたに心奪われ恋をするわ。ギターを弾くあなたが好き、歌ってるあなたが好き、まっすぐ夢に向かうあなたが好き、諦めないあなたが好き、夢を語るあなたが好き、優しく笑うあなたが好き、あなたを作るあなた、すべてが好きよ。近づけず時に悩み苦しむあなた、とっても不安なんだね、何もできなくてごめんという私、それは違うよと優しく笑うあなた、あなたは歌うわ、心歌うわ、澄み切った少年のようにギターを弾くあなたに心奪われ恋をするわ。
聞くあなたが好き、歌ってるあなたが好き、まっすぐ夢に向かうあなたが好き、諦めないあなたが好き、夢を語るあなたが好き、優しく笑うあなたが好き、あなたを作るあなた、すべてが。ギターを弾くあなたが好き、歌ってるあなたが好き、まっすぐ夢に向かうあなたが好き、諦めないあなたが好き、夢を語るあなたが好き、優しく笑うあなたが好き、あなたを作るあなた、すべてが。ありがとう。小さな部屋とギターと私とあなたという歌でした。じゅんさん、じゅん万次郎さん、本名も知ってるけど本名は多分分かったもので、じゅん万次郎さん、パソコンだとたまに途切れが発生したが一番リアルタイムに近いと思われますと。というわけでパソコン推奨みたいなので、スマートフォンで聞いてる方、できるだけパソコンで聞いてもらえたら大丈夫かなということみたいです。じゅんさん本当ありがとうございます。チョコミントさん、アルバム名はこれからではないかと思います。多分そうかもしれないですね。ありがとうございます。これからっていう僕のアルバムに小さな部屋と私とあなたっていう歌が入っております。もし気に入ってくださった方はですね、この下のブログの僕の、公式ブログ、アメブロスラッシュ池内雄介かなの方で、購入することができますので、ぜひぜひ見てもらえたらなと思います。ぼちぼちですね、本当時間が経つのは早いもんで、最後の曲に しようかなと思います。本当、長い時間聴いてくださりましてありがとうございます。今日はね、全然ハーモニカ弾いてなかったんで、最後ぐらいはハーモニカを吹こうかなと。泣くなはみ出し物、ハーモニカありバージョン歌おうかなと。でそれで今日はさよならにしようかなと思います。ほんとね、ターミネーター3を見ずにこっち見てくださってありがとうございます。よいしょ。ワリパパさんこんばんは。いやありがとうございます。さっきチャットの方でですね、うちのおかんがとても男前だなと、とてもとか言ってないな、男前だなと、言ってくれてるんですけども、僕本当ね、自分の見た目にものすごいコンプレックスがあって、僕本当高校の時とか、なんやろ、そのなんていうかな、自分の見た目が全然かっこよくないから、彼女できないんやってほんま思ってて、ですごいなんていうかな、
まあコンプレックスだらけやったんですよね。なんていうのかな、もう本当女の子と喋れなかったですしね、もうすごいって、女の子と喋るやつほんますごいって思ってましたからね、尊敬してましたからね、ほんまに。ていうかもう初めて付き合ったのは二十歳の時ですからね。いやそんな人生ですよ。っていうわけでね、楽なはみ出し者っていうのはそういうコンプレックスだらけの人間、そういうコンプレックスだらけの僕からだからこそ、まあ、生まれることができたっていうか、歌なのかなと、そんな風に思います。いやもうコンプレックスは武器ですよ、っていうか武器にしないともうしょうがないですよねえ、もうほんま、もうほんま泣くなと、泣いてる場合じゃないと、コンプレックスは全部武器にしちゃえばいいんだよと、そんな風に、歌った歌です。聞いてください。お、森子さんこんばんは、やっと入れた、最後の曲間に合ってよかったです、泣くなはみ出し者っていう歌でお別れにしようかなと思います。本当ありがとうございました。一人涙ぐんで寂しさ噛み殺してた、石を投げつけられた時、世界から切り離された、楽しそうに笑う人遠くから見つめていた。本当はその中に入りたくて入れなくて、いびつな心で誰かを羨んだ。その先には何もない、わかっていた、帰れなかった。泣くなはみ出し者、君は今にそこを抜け出せるから。泣くなはみ出し者、人と違うってことで笑えるから。気になりたかった、まずは人を好きになってみた。勇気を振り絞った、また弾かれるの覚悟だった。怖い顔した世界が初めて微笑みくれた。空がこんなに青いと下ばかり見て気づかなかった。別の角度から物を見てるなら、それぞれの立ち位置から伝え合えばいいだけだったのに。泣くなはみ出し者、君から
見えるもの教えてくれよ、泣くなはみ出しものそれは誰かの希望かもしれないから、泣くなはみ出しものずっと君が苦しんできたこと、泣くなはみ出しものそれは世界を塗り替える力だから、泣くなはみ出しもの君を他の誰が否定しても、泣くなはみ出しもの君は君を信じてるじゃないか、君を信じてるじゃないか。いやー、本当ありがとうございました。泣くなはみ出し者という歌でございました、フリクルでですね、絶賛ただいま生じゃないなんか生ってと思った、絶賛配信中でございます。無料ですんで、ぜひぜひフリクルで検索して池内祐介のページからメルマガに登録してもらえたらなと思います。本当今日もありがとうございました。ぜひ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 、また来週もお会いできたらなと思います、ありがとうございました。また来週金曜21時からお会いしましょう。金曜21時なんかもうほんまに今日おかしい喋りが、金曜21時はゆうすけリムでございます。またお会いしましょう。ありがとうございました。池内祐介でした。またツイッターとかでお会いしましょう。そうそう、あさって交流会を開きます。ここでね、このユーストリームでですので、またあさって交流会に来てくださることはまた明後日お会いいたしましょう。それでは本当にありがとうございました。池内祐介でございました。さよなら。